今回実装されたドリフェス限定の鶴巻心、可愛かったですね。しかし彼女の出現であるキャラに思わぬ影響が出ることになります。通常ガルパのイベントは5人のキャラクターが対象になり、そのキャラクターのメンバーで編成するのが毎回ベストな編成になります。それはなぜかというと、イベントキャラクターにはイベントボーナスが入り、ステータスの上昇やポイント効率が上がり、より効率的にイベントを進められるからです。今回のイベントだとモカちゃん、リサネ、トウコちゃん、チュチュちゃん、リミちゃんの5人がイベントボーナスの対象になっています。しかし2023年からイベントで登場するガチャメンバーにはさらにイベントボーナスが上乗せされるような形式になっていまして、そこでもしフェスガチャが開催されれば、フェス限定メンバーにもイベントキャラクターほどではないですが、少しイベントボーナスが入るような仕様になっています。ただ基本的にはやっぱりタイプが違っていたりするので、結局はイベント指定のキャラクターを使う方が良かったんですが、今回の鶴巻心はイベント指定のタイプで登場し、もう少し多めにイベントボーナスが加算されるんですよ。ただそれでも毎回やっぱりイベントメンバーには勝てないんです。今回のイベントもそうなるだろうと思っていたんですが、スコランジョイ勢でリミちゃんを編成している人が誰もいなくて、代わりに鶴巻心のドリフェス限定がいるんですよ。これどういうことかというと、リミちゃんは現在ピュアタイプが保証メンバーしか出ていなくて、さらに今回のイベントに特化したステータスを持ったリミちゃん、または強いスキルを持ったリミちゃんのメンバーがいないんですね。イベントキャラクターではないんですけれども、イベントボーナスを得た鶴巻心のドリフェス限定を使う方がスコアが取れるということで、リミちゃんは心に追いやられるという形になってしまったんですが、これはですね、今回のドリフェス限定の鶴巻心をスキル増して、ある程度とつった前提のスコランでの話です。特にスコラン上位勢というのはより上位に行くためにあらゆる試行錯誤を試し、メンバー全員を貫突した上で何回も同じ楽曲を叩くという狂った世界にいる順位なんですよ。少しでも見せると発表します。その狂った世界の戦いでは、今回牛込りみちゃんが外れてしまうというだけであって、大多数の人はやっぱり牛込りみちゃんを使う方がいい場合が多いです。しかしですね、今回のイベントは皆さんの手持ち次第によっては、イベント対象キャラクターでもあんまり強くないメンバー入れるよりかはドリフェス限定の心を入れた方が強くなる場合があるんですね。なので今回のイベントは実質、今回のイベント対象のキャラクター5人とドリフェス限定の心でイベントメンバーが6人いるような状況になっていると思います。実はですね、2023年のハロウィンイベでもキラフェス限定のヤシオルイちゃんで同じような状況があったんですね。ただこの時のスクランでは宇田川智恵ちゃんや山吹さあやちゃんは星5メンバーがいましたので、ヤシオルイちゃんがスクランに加わることはなかったんですけれども、今後ももしかすると混合イベだとこのような現象が起こる可能性はあると思います。今この動画を見ているあなたも、今回のイベント編成にドリフェス限定の心が入ってくるかもしれませんね。まあ当たってればの話ですが。